放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはダノお二人、岡林勇輝選手、そして三好博典選手です。まずは岡林選手から伺います。昨日は満塁で悔しい打席というのもありましたが、今日のまず第一打席、ファーストストライクから行きましたね。そうですね、昨日は1点差で、チャンスの場面で回ってくること多かったんですけど、自分が、チャンスを潰してしまったので、もう今日は積極的に行こうと思って、初球から振りに行きました。初回に1点が入りました。そして2回も大きな2点目のタイムリーとなりました。あの打席を振り返っていかがでしょうか。そうですね、チャンスだったので、もう本当に思い切って積極的に振りに行った結果が、タイムリーにつながったので、すごく良かったです。そして4回は2アウトランナーなしからでした。岡林選手が出て足で2塁まで行って、そして戻ってきた大島選手のタイムリー、 1、2番で取った得点というのはいかがでしょう。そうですね、僕が塁に出て、得点をすることが、仕事だと思っているので、1、2番で返したということは、すごく自信になりました。そして8回のヒットで自身初の4安打ということになりました。これについてはいかがですか。そうですね、いつも3安打で止まってたんですけど、もう1本出たので、すごく嬉しいです。そして今日の試合後の打率が2割8分4厘、ファンの方々も3割というところの期待も大きいかと思いますが、このあたりご自身ではどんな思いですか。そうですね、まだまだシーズン残っているので、そこは目標にしてやっていきたいなと思ってますけど、まずは目の前の試合を、しっかり自分の役割を果たせるように、頑張りたいなと思います。岡林選手には最後に改めて一言伺います。続きまして初のお立ち台、三好博典選手です。ありがとうございます。大きな拍手、そしてお立ち台から見える景色というのはまずいかがですか。そうですね、やっぱり初めてなんでちょっと緊張しますけど、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今日は2点差に迫られた6回、代打で打席が回ってきました。チームとしては少し、ね、空気としては悪い中で打席に入りましたけれども、3塁にランナーがいました。どんな思いで打席に入りましたか。そうですね、なんとか3塁ランナー返せるように、もう死に物狂いで、ボールを当てに行きました。以上です。タイムリーというのは先日初ホームランもありましたが、初のタイムリーとなりました。抜けた瞬間というのはどんな思いでしたか。そうですね、嬉しいというかほっとしたっていう感じが強かったですね。はい。先週土曜日にはプロ初ホームランもありました。終盤戦、大事な一軍の舞台、どんな思いで日々戦っていますか。そうですね、もう一日一日もう必死に、食らいついていくだけだと思うので、がむしゃらに、やっていきたいと思います。隣には同じ外野手として日々争っている岡林選手もいますが、大きな刺激というのを受けているんじゃないですか。そうですね、やっぱり岡林の存在は大きいので、なんとか、追いつけるように頑張ります。さあ、夏休み最後の3連戦ホームゲームということになっていますが、3位タイガースとのゲーム差、今日の勝利で 3.5 ゲーム差ということになりました。明日もゲームが続きます。最後に一言伺っていきます。まずは岡林選手、お願いします。はい、A クラスまで 3.5 ゲーム差なので、まだまだチャンスがあるので、まずはしっかり明日の試合勝てるように連勝して、そのままの勢いで3連勝とできるように頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。そして三好選手は初のお立ち台ということで、はい、ファンの皆さんへのご挨拶も含めて明日への意気込みをお願いします。この場を借りて、三好です。お願いします。また明日からまた試合始まりますけど、必死に一日一日頑張ります。応援よろしくお願いします。
おめでとうございました。今日のヒーローは岡林勇希選手、そして三好弘徳選手でした。放送席どうぞ。それでは勝ちましたドラゴンズ立浪監督にお話を伺います。はい。まあ、昨日の今日という形で野手の面々が立ち上がりから奮起、そんな風にも見えたんですが、はい、まあ、昨日は、ね、ちょっと嫌な負け方はしたんですけども、まあ、今日岡林がいきなり出て、まあ、非常にいい形で、まあ、先制はできたかなと思います。その岡林選手がプロ初の4安打2盗塁、いろんな形で得点に絡んでいましたけども、その辺はどうでしょう。まあ、ここのところ、まあ、今日大島帰ってきたんですけども、あえて、まあ、1番を打たせたんですけども、やっぱり彼がこう出てやっぱりこうどん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 盗塁数も、ね、伸ばしていってもらいたいですし、まあ、そうすることによって、ね、大島2番にいますから、また新たなこう得点パターンといいましょうかね、こういう形が増えるように、まあ、なっていけばいいかなと思います。今お話ししましたけども、戻ってきて大島選手もう全くやっぱり不安はないなっていうところを見せてくれましたけども、まあ、1試合しか出てないんですけども、まあ、そのブランクを感じさせない、まあ、今日は素晴らしいバッティングをしてくれたと思います。で、今日ゲームのポイントとなったのが6回の攻防だと思うんですけども、大野投手が2点失ってまだリードで、今年初めてだと思うんですけども、イニング途中の降板ということになりましたけども、あのあたりの意図を教えてもらえますか。まあ、ちょっとボールが浮き始めたといいましょうか、まあ、そういうふうにベンチから移ったので、まあ、一応6回からは、まあ、藤島は準備してましたから、まあ、なんとかあそこを越されずにね、食い止められたのが良かったのかなと思ってます。で、大きかったのが阿部選手のあのファインプレーですよね。あ、そうですね。あのプレーも、阿部のサードも、意外とは失礼ですけども、非常に安定してアウトにできるところはしっかりとアウトにしてくれてるんで、まあ、非常に助かってます。で、そのすぐ後に若い力ですぐ1点取り返したっていう、あの場面はどうでしたか。はい、三好がね、代打でよく、まあ、あそこを追い込まれてからね、まあ、結果甘いボール来たんですけども、まあ、ああいう形でああいう場面で打てれば、またこれは自信にしてもらいたいなと思います。さあ、そしてクライマックスシリーズ進出に向けてというところでは、まあ、3位であるタイガース、この3連戦非常に大きいと思いますけども、どうでしょう。まあ、そういったこともありますけど、今、ね、いるメンバーでもうとにかく全力で毎試合戦うと、まあ、そういうスタイルは変わりませんので、また今日の反省点含めて明日の試合しっかりとやっていきたいなと思っています。では明日に向けて一言最後にお願いします。明日大笠原投げますけども、まあ、なんとか先制点取れるように明日も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。立浪監督でした。